ボールクラブは、サウジアラビア王国のブライダを本拠地とする、プロフェッショナルなサッカーチームの一つである。同国のプロフェッショナルサッカーリーグにおける一部リーグである、サウジプロフェッショナルリーグに所属。ターーン FC のホームスタジアムは、1983年に建造された、ブライダのキングアブドゥッラースポーツシティスタジアムである。同スタジアムは、カーシムダービーを競い合うライバルである。 ライド FC もホームとしており、二つのサッカーチームで一つの同スタジアムを共用している格好である。ターウンはアラビア語で協力、団結、シナジーを意味する言葉であり、スポーツチームの名称としてはありふれたものである。隣国カタルのアルホール SC もかつてターウン FC の名称であった。本校のサッカークラブは他のチームと区別するため、サウードのや ディアドのをつけて呼ぶ場合がある。1956年にターウギ FC の前身となるサッカークラブがサーリフ・アリー・ワービリーにより創設された。当時の名前はシャバーブ FC であった。同クラブは創設後4年が経った1960年にプロフェッショナルクラブとして公式に登録された。シャバーブ FC は在道ウムラーニー監督の下第一リビジョン昇格を チーム史上を初めて達成させるが、次のシーズンには降格した。2年後には、再度、第1ディビジョンに昇格したが、その1年後には降格した。ターーウン FC は、毎年開催される国王杯争脱リーグ戦において、1990年に準優勝した。この時は優勝チーム決定戦を、ナスル FC と争い、敗れ、国王杯を逃した。 2015年秋から2016年冬にかけてのシーズンはかつてないほど好調でアジアチャンピオンズリーグへの出場権を得た。同大会における最終成績は最上位ディビジョンの4位であった。これはターアウン FC のチーム史上最高の成績と言える。またカスイム州日本拠区チームとしては初めてアジアチャンピオンズリーグへの出場を果たしたチームとしても記録された。 その他、ターアウン FC は、二部リーグであった時に準優勝を二度、経験している。また、二部リーグにいながら国王杯の決勝チームになったという記録もある。2009年秋から2010年冬にかけてのシーズンにおいては、10年以上も遠ざかっていた一部リーグ昇格を果たしたのみならず、準優勝も達成した。その2010年シーズン以来、 サウジプロフェッショナルリーグに所属している。ありがとうございます。